人気グループ、キングプリンスの長瀬恋が24日、文化放送の冠番組、キングプリンス長瀬恋のレディオガーデン、毎週水曜深0時35分頃、に出演した。23日から高橋海人、ダカイコールはしごダカ、と二人体制を指導させ、改めて心境を告白。22日で脱退した平野翔、神宮寺優太、岸優太へ、 三人の人生を応援してるし、どういうことをするにしろ、三人の味方でいたい、と思いを語った。写真、キングプリンスのメンバーが初プロデュースしたケーキ。冒頭、5月22日、キングプリンス、一つの大きな節目を迎えました、と切り出した長瀬は、収録である21日の前日に放送された NHK 総合の音楽番組、ベニュー101、 での5人体制ラストパフォーマンスや冠番組、キングプリンスルの最終回などを視聴したリスナーからの続々とハガキを続々と紹介。応援しています。ずっと踏ん張り続けてくれてありがとう。などファンの声を読み上げた長瀬は、なんで5人じゃなくなるんだよ。どういうことだよ。おかしいだろ。とかそういうメールを読む覚悟をしていた部分はあるけど、今日読ませてもらったメールの中には、 ありがとう。って、違うじゃん、それは。こっち、のセリフ、じゃないですか、と温かな声に、言葉を詰まらせた。また、俺と会人はキングプリンスとして、紫光、ジン、ジングジ、騎士さんは別の道という決断をしましたけど、俺の感覚やけど、楽しいことは絶対待ってる。それぞれが選択した道を全力で楽しめるし、 それを一人一人がその選択が正しかったと思わせられる能力のある人たち。それは近くで過ごしてて感じてる。俺らのファンの人は安心して好きな人の後をついていってもいいんじゃないかな。全員で幸せになりましょう、と力強く呼びかけた。最後には、キングプリンスは確実に5年間、世界で一番幸せでした。それぞれにとって何にも変えがたいような思い出ですし、 花火と一緒に一生忘れない思い出になったと思います。デビューして皆さんと駆け抜けた5年間は楽しかったしおもろったし、何より濃かったです。このメンバーで、そして今、応援してくださっているファンの人といろんな景色を見られて俺ら5人は幸せでした。最高の時間、最高のグループでした。ありがとうございました、と何度も感謝。10周年を迎えたときに、 この10年、最高で幸せでした、と言えるように一つ一つの仕事に向き合っていきたいと思います、と次の5年に向け決意を固めていた。